皆さんこんにちは、ダイダラです。マイクラダンジョンズやりましょうか。さあ前回ね、このワンちゃん狼かなを仲間にするアイテムをゲットしたとこからですね、そして狼の防具とかもゲットしてかなり強くなってきたんですけど、この鍛冶屋がね、この拠点にできたんですよね。話しかけてみましょうか。なんでこれランダム装備だよっていう何ランダム装備、イエーイ。いらなくないそれ、もう一回買う。もう金なくない、金あるか、イエーイ。狼の防具、あれ持ってないこれ、あれちょっと待って、なんか80円で要は買えるアイテムらしいんですけど、あでもなんか待って、狼の防具のねえこれ1パワー1に対してこっち見て、めちゃめちゃ能力高いやつだこれ。めちゃんこレアな当たったなこれ、ラッキー、やったぜ。あと剣はもう全部外れですかねこれ。でもエンチャントがちょっと違うのかな、武器によってどんなのがついてるかとかね。よし、であとなんか Y ボタンを押せばね、回収っていうのがあって、これ多分お金に変更できるんだよね、お金に。だからいらない装備とかはお金にガッと変えちゃっていいのかなと思います。これちょっとさっき出たやつなんですけどね、エンチャントチェーンとか、ほうほうほう、エコーとかなんか面白そうなついてるんですけど、まあいっかこれは。あ待って、今気づいたけどね、このエンチャントした武器をね回収すると、エンチャントの内容も回収できるエンチャントポイントかな、それはね熱いですね。おーし、さあこの狼くん連れて、じゃあ今日も新しいクエストいきましょうか。さて今回出たクエストはドドドーンと、はい、新しいのがかぼちゃ、かぼちゃ草原とか締めっぽい沼ね、えレッドストーンの鉱山らしいんですけど、どうしようかな。じゃあ今日ここ行こうか、水晶パワー1だしね、ここ挑んでみたいと思います。行ってきます。締めっぽい沼、どーい、何今沼に沈んでたよ今、なんかが、この暗い沼の中心に邪悪なウィッチの根城がある。ウィッチ、ウィッチはあらゆるポーションを生み出し、邪悪な村人の王の軍勢をさらに強大にして、ポーション投げてくるやつだっけ、奴らを探し出して倒さねば、邪悪な村人たちはもはや止められなくなる。なんとか倒そう。この沼は恐ろしい怪物の巣、何がいるの怪物、慎重に進まねばならない。沼ってあれ毒っぽいよね、大丈夫かな、入っちゃダメなのかな。よし、さあ狼の服着て行きましょうか。A ボタン連打で攻撃していきます。行きましょう。さあポーション探せ、弓矢の数が80本に減ってる、なぜだ。よし、さあとりあえずマーカーですね、左上に出てるあのマーカーを頼りに進んでいく感じですので、あれ取りに行きましょうか。脇道それてもなんかあまりないアイテムがね落ちてないことが多いので、気にせずに、へいへい、行きましょう。よし、なんだこれは、瞬砲です、瞬砲、瞬速のポーション、足が速くなる。これで一気に行きましょう。ゾンビは一気、なんかちっちゃいやつがいる、ちっちゃいゾンビ、何今の、子供ゾンビ。さあ力のポーションゲットです。子供、子供がいる、子供、何子供、キッズ、怖、ここ。さあ目的地、うわーこいつか、ウィッチ、なんか投げてきよったなお前、一撃でやつけたったわ、邪魔見ろ。よし、さあ危険なポーション探せ、うわぶね、今のなんだこれ、吐いたダメージ食らう、うわ毒のポーションの使い手がこいつ。さあ家の中は入れない、目的地的にはこっちの方ですよね、行きましょう。ここですね、くらえドハッてなんか落としたぞこれ。え待って、ダガーだって、ダガー拾った、まダガーちょっと見たみたい、ダガー二刀流です。よし、ダガーめっちゃ早い、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 攻撃がめっちゃ早い、うわわわわわわ、あいつ覚えとけ、ほら暗い、いってーこいつら、回復しなかった、だが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 弱くないか、だが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 、キレ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 だがちょっと使いづらいな、だがこれ、だがは臆病者の武器だと言われてるらしい、そんなことはないと思うけどな。エンチャントもつけちゃいますか、あでもつけられないのか、コストが足りないのか、そういや。お TNT ゲット、結構ダメージ食らってんだよな、なんだあいつ怖え、投げろ爆弾、消えろ、イエーイ、弾け飛べ、レベルアップ、エンチャントポイントまた獲得しました。これなんだっけ、あれスライムって言うんだっけあいつ。さあエンチャントポイント使いましょうか、せっかくなので、レベルは4です、強くなったね。てか防具にもエンチャントつけれるんだ、何、近接範囲の敵にダメージを与える、やけどリサイクル、ね、飛び道具でダメージを受ける、時々小さな矢をねクラフトする、これよくわかんねえや、やけどって。
まあ、一回こっちにしとこうか。鋭利、さらに、攻撃力がアップ。21% 攻撃力が上がりました、これで。めちゃんこ強くなったぜ、行きましょうか。またなんかいる。くらえー、よし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 。スライムも、おら、ちっちゃくなってもやっつけてやるぜ。よし。めっちゃ敵おる。待て、なんか来た。怖い、怖い。敵が多いよ。さあ、スライムターン。いやーお。なにこいつ。よし。さあ、ちっちゃいスライムたちもやっつけて。スケルトンみたいなやつがうざいよな、あいつ。ここもただのキャンプ地ってとこか。で、物壊したりできないのがちょっと残念だよね。さあ、次の目的地、ここですね。ぬ。ポーションを破壊せよ。ウィッチが作った。ポーションを壊して、ね、邪悪な村人たちの勢力を落としてやる。ほら、暗い。あれ、待てよ。ここだ。ほらすげえちっちゃいのいっぱい生まれた。怖い怖い怖い。やめろ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 。やめろ、ウィッチ邪魔だ、ウィッチ。お前ら、ウィッチ、ふざけんな、こら。よし。めっちゃでも、美味しい。来ないで一撃だぜ。あっちからのポーションゲット。今のうちに行こう。ほら、ほら、強すぎる、俺。今だったらどんなやつでもやっつけるわ、ほら。暗い。やべ。ちょっと来ないで。でっかいやつ強い。ちょっと来ないで。来ないで。助けて。よし。なんか落とした。除霊のローブを拾いました。あ、高齢か。すいません。高齢のローブ。新しいローブっぽいんですけど、弱そうですよね。破壊。サポーションまず1個破壊しました。こんな感じで壊していけばいいんでしょうね、おそらく。よし。ちっちゃいスライムもやっつけて。ちっちゃいスライムやっつけても経験値がしっかりゲットできてるんですよね、さっきから。それが最高ですね。えい。倒すたびにちょろっと経験値が入ってて。怖い。クリーパー怖い、マジで。はい、破壊。やべ。ちょ、だだ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 、くなくなくな。いった、危ない、痛い、危ない、痛い。釣り竿。忘れがちやけど、釣り竿強いわ、めちゃめちゃ。こいつ強っ。よし。暗い。もういない。さあ、まだここにあるな、釣り竿。釣り竿でひるませて倒す男の戦い方ですね、これが。よし。さあ、あと下に1個だけかな、ポーションは。この最後の1個のポーション壊しましょう。あれだ、破壊。クリーパーいる、まずい、怖い。さあ、全部破壊したけど、大釜を探せだって。大釜、まだ大元のなんかポーションのやつがあるのかな。そこまで行きましょうか。じゃあ、ここかな、この入り口の先。来た来た来た、着いた着いた着いた。なんかいっぱいいる。先手必勝。子供来た。あ、なんであの子供は。だってゴールっぽいけど、ここがいいのかな。入ったらなんか入ろう。ぬ、なんかある、なんかある。エンダーマンがいる。豚がいる。豚やっつけよう。待て、あの豚やろう。あ、やっつけた。宝箱持ってる。エンダーマン、何かあいつ消えた。エンダーマンなんだこいつ。あー、怖い。よし、こうやって後ろに来るのかな。エンダーマンでなんか倒したらさ、うわ怖い。うん、暗い。どうしゃい。釣り竿、お、あ、釣り竿渡らなかった。怖い。よし、ちっちゃいやつら。釣り竿、あ、釣り竿気は利かなかった今。よし、なんだこいつ。エンダーマンくっそ強い。釣り竿は当たらない。やっぱ一発食らう、一発食らう。まずい。せや、忘れた。オオカミ召喚、いけ、オオカミ殴れ。よーし、オオカミありがとう。あんま役だったか知らんけど。最後の最後までオオカミのこと忘れてたわ。でも一緒に入れてよかったよ俺。よし、オオカミくん、オオカミくんいって。よしよし、優秀ですね、オオカミくん。しっかりできた、殴ってくれる。オオカミくん、オオカミくん、オオカミくん守って俺を。オオカミくん、ナイスナイスナイス。オオカミくん、オオカミくん、ゾンビも、わあ、ナイス、いいぞ、オオカミ。やっぱオオカミだわ。友達がいればね、めちゃくちゃ強くなれる。俺もオオカミの格好してるしな。なんか来た時。ね、さっきゲットしたのはこれですね。恒例のローブ。移動速度 15% アップ。え、待って、これ強くない？移動速度さ、15% アップで、クールタウンタイムがマイナス 25%。強いね。でもこれ見て、オオカミの防具は武器ダメージを 20% ね、上昇されるから、やっぱオオカミの方が強いわ。オオカミでいきます。俺脳筋なので、あの武器で殴る方が好きなんですよね、どっちかっていうと。でもエンダーマンもマジ強かったな。お、なんか見て、橋の下ドアがある。あそこが目的地ではなさそうだな。あそこ何なんだろう、下落ちていいのかな。ここ
ふい。あ、ダメでしたね。降りれるとこ探すのかな、多分。ね、今降りてんのかな、徐々にだけど。徐々に降りてるくさいな。オッケーオッケー。なんか別の入り口っぽいの発見したけど。ん？なんだここ。外に来たけど。合ってんの道、これ本当に。うわ、どれが正解か全然わかんねえ。よし。雑魚的には全部やっつけよう。いやー、まだなんか毒だけできた、こいつ。さあ、外に来て、また、ね、イベントを進めてください。敵またいっぱい襲いかかってきた。怖え。結構、一個一個のダンジョン、相当長いよね。ドクロマークついてる。なに？オオカミくんか。引っかかってんで、オオカミくん。さあ。お、支援物資があんじゃん。ありがとう。パンと、矢の束。弓矢がね、もっともっと使っていってもいいよ、良さそうだね、この感じだと。そう、意外とね、広くて。お、でもなんか目的地っぽい。いやー、もう、ウィッチー。チッチー。ほれ。スライムもいっぱいいるし、スケルトンもいるし、なんだここは、地獄が。あれ、狼いる？狼。狼いる？レベルアップ！またエンチャントポイント獲得。くらえ！よーし。子供たち、さよならだ。経験値を送れ。またいるスケルトン。くそ、硬い方のスケルトンか。でも一発弓でひるませてからも全然ありだね。さあ、って、変なとこ越えて、まだ続くのか。さあ、それっぽいとこまでやってきました。ここかな？この奥地。来た。BGM が止まった？変わった？なんかいる！うわぁ！大釜破壊せよ！壊せ壊せ壊せ！殴るだけでしょ？ちょ、で、いっぱいできない。なぜ？破壊！よし。こいつなんか燃えてる燃えてる燃えてる、炎上してる。なになに、なんか変な撃ってくるやつ。こいつなんだ、この変なスライムみたいなやつ。な、毒スライムか、毒スライム。なんだこいつ。まずい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 、これまずい。待って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 、ちょっと待って待って、痛い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 。え、どうしようこれ、どうしようこれ、ちょっと待って、これどうしたらいい。敵無限に増えてない、大丈夫かな。オオカミやられたから、オオカミ最小感。オオカミ、いくぞ。気合入れていくぞ。よし。倒すぞ、少しずつ。うわ、敵はやっぱこれ無限に増えてる。でもリンゴゲットだ。TNT! 投げろ、TNT! 弾けろ！よし！くっ。でも弓矢でも最低限ダメージが通るのと、このザコ敵がアイテムを落としてくれるので、よし。あぶねえ。そいつらを倒していけばワンチャンあるのでは。ちょっと待って、マジでマジで。これはって、やっぱ友達とさ分担してやるゲームだこれ。ちょっと待って、助けて。リンゴ、よしよし、リンゴ拾ったら俺のもんだ。よし、ほらほら、2発基本で撃っていこう。2発撃ち、ザコ敵倒すときは。よし、火が消えたら、きれい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 。ちょ、待て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 。うい。すいません、ポーション回復まで、またポーション回復まで。遠いぞ、ポーション。狼召喚！頑張って頑張って、ちょっと待機待機待機。リンゴだー、ありがてー、めっちゃ回復するリンゴ。やべ、オオカミくん、もっと頑張って。オオカミくん、もっと頑張って。よし。ポーション回復。よーし、今が攻め時。攻めろ。火が消えたら殴ろう。とどめだ。よーし、よかった。クソ強かった。クソ強かった。光り輝く、なんかゲットしましたって。なんだお前は。よし。今ゲットしたアイテムは、光り輝くハープクロスボウ。めっちゃ強いわ、これ、ハープクロスボウ。エンチャントもある。貫通する、無限に撃てる、回復する。え、どうしようかな。矢が消費しないっての面白いよね。無限にしようか。無限、よし、これでかなり強くなったんじゃねえかな。いや、強かった。さあ、てゴールいたしましょうか。クリアでしょ、さすがに。あー、ゴールだゴールだゴールだ。家入ろう。なんてステージだここ。
ウィッチたちも復活に時間がかかるだろう。ね、いっぱい倒したね、ウィッチ。ありがとう。大処理だ。ぬっ。おっ、さあ、宝箱見ましょうか。なんだこれは。奥にクリーパーっぽいのあるけど。ドゥドゥドゥ。ソウルヒーラー。なんだこれ。ヒーラーだから回復すんのかな、わかんねえや。これだね。あ、2から45回復するっていう。最も人目が低い味方を回復するアイテム。これ一人はこれ持ってた方がいいんだろうな。でも俺ソロプレイだからねえ。でも釣り竿外してにするかな。こっちの方がいいかな多分。むずい。ここに家があるで。なんだこの家。え、これ自宅もしかして。へえ、作業台とかほら見て、自宅あるや。豚もおるで。豚も。豚どこにおんねんお前。豚届かんやんけそれ。え、ふぅーって感じ。あ、なんか見て、三つ股に打てる。いや、すごい。クロスボウだ。これ強いな。これ貫通でもよかったかもな、だったら。いや、でもいいか。無限に矢打った方が多分楽しいわ。で、これが宝箱開けてた部屋だ。あ、これ実質だったんだね。クリーパーの像と一緒で。収納ボックスとかあるかなと思ってきたんだけど、なさそうだな、これ。ここ見て。畑も作ってる、ちゃんと。回収できない畑。ねえ。さあ、じゃあ今回ここまでにしましょうか。さあ、めっちゃくちゃ苦戦した末に、なんとか勝つことができました。次はね、もうちょっと頑張っていこうと思いますので、狼ちゃんと召喚して、あと弓矢バスバス撃って、で、頑張りたいと思いますので、応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おそばよ。